化した機器を塗っていきます。見てですね、自分好みの色を探してみてはいかがでしょうか。なかなかね、いい感じじゃないですか。実物して、明るいところに灰色を入れてあげる。できた、できましたよ。いやいいね、すごくしっくりくるなというか。こんばんは、すくまです。今回ご紹介するのはこちら、トミテックから出ている鉄道コレクションの富山地方鉄道ありがとうモハ1020系2両セットでございます。実車は1961年に登場しまして、富山地方鉄道自社発注の車両として長らく活躍して、昨年の9月に引退しております。パッケージから出してみました。いやかっこいいですね。この前面の2枚窓が特徴的な表情をしてますけれども、長電の2000系とかにも似てますよね。で、鉄コレにしては帯の塗装とかもちゃんと綺麗に入ってまして、とても好感が持てるモデルなんじゃないかなと思います。今回これらのパーツを使用して N ゲージ化しますっていうだけだとね、多分皆様満足していただけないんじゃないかなと思いますので、またすすくま流のウェザリングを施してですね、かっこよく仕上げていきたいなと思います。鉄道模型のウェザリング方法とかに興味があるという方はですね、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、早速バラして、ちょっとひっちゃかめっちゃかになっててすいませんねで、ボナファイデの TN カプラーアダプターというのがございまして、これを使うとですね、鉄コレ製品も TN カプラー化することができるんですよ。こういうホワイトメタル製のカプラーポケットがついてまして、それをネジ止めするような形になってます。これから塗装に入るんですけれども、その前に連結器ですね、右側が製品についているダミーカプラーなんですけれども、左側はそれをもとにプラ板を追加しまして、連結器カバーを再現してみました。それでは早速塗装に移っていこうと思います。まず最初にこちらのガイアのマルチプライマーを拭きまして、食いつきを良くしてあげます。でその後に屋根上機器のグレーと床下機器のグレーということで、2種類の塗料を拭いていこうと思います。ではパンタグラフから拭いていきましょう。金属のパーツはこうやってプライマーを拭いてあげると、その後の塗料の食いつきが良くなって、剥がれてしまうのを防ぐことができます。続いてこちら TN カプラーですね。先ほどのボナファイデのアダプターパーツとトミックスの TN カプラーを組み合わせたパーツです。もうこのまま全部稼働部品ですけれども、一体で拭いてしまいます。あとはこういった軟質プラっぽい素材でできている ABS ですかね、こういった台車ですとか床下機器のパーツに拭いていきます。まあ台車とかも結構剥がれやすいパーツですんで、こうやってプライマーを拭いておくことで、後々その効果が効いてくるかなと思います。ここからは本塗装に入っていきます。でまずはクーラーの規制からやっていこうと思います。でこれは製品の状態ですでに塗装済みですので、プライマーを拭かなくても結構塗料の食いつきはいいんじゃないかなと思いますね。続いてさっきのパンタグラフですね。いろんな角度からこう吹きつけてあげて、塗り残しがないように気をつけます。続いては少し濃いめのグレーで床下機器を塗っていきます。基本塗装が終わりました。ではこれから茶色い塗料を調合しまして、床下機器のウェザリングを行っていきます。ウェザリングの作業は結構自由度が高いというかですね、自分のセンスでこう色を調合したいとかいう作業がありますんで、その辺もすごく面白いんじゃないかなと、僕はその辺がね、すごく好きで、今日はレッドブラウンとウッドブラウンでやってますけれども、これは本当に各個人個人の好みになってくると思いますので、ご自身でいろいろ研究されてみてですね、自分好みの色を探してみてはいかがでしょうか。でこういうスノープローのパーツとかは、下の方から巻き上がった砂ぼこりとか、そういうイメージで、土ぼこりっていうイメージで拭いていきます。どっからこう汚れが飛んでくるのかっていう方向、それを意識しながらゆっくりこう吹き重ねていくと、うまくいくんじゃないかなと思いますね。今回はそんなにどぎつく汚れたっていうよりは、少し検査から時間が経ってうっすら汚れてきたっていうぐらいでやめておこうかなと思います。台車とかもこう他の床下機器と同じような具合で汚すっていうのは結構難しいんですよね。床下に全部くっつけて拭くのもいいんですけれども、こうやって別々で拭く場合は、その統一感っていうのを出すことを心がけるといいかなと思います。でこちらのモハ1026の方は結構前頭部のところに茶色い汚れが目立ちますんで、その辺をエアブラシで再現しようと思います。ちょっとずつ薄く拭き重ねていきます。
おいい感じだな。おいいねいいね、乗ってきた乗ってきたおーリアル、めっちゃなんか実感が出てきますね。やっぱこれはなかなかね、いい感じじゃないですか。うん、実物っぽさが出せたんじゃないかなと思います。床下の塗装が終わりましたので、これから墨入れ塗料を使って墨入れをしていこうと思います。これクーラーのメッシュの部分に墨をちょんと入れていきます。そうすると陰影がついて、あたかも抜けてるかのように見えます。あとは車体もドアの縁ですとか、そういったところに墨をちょっと入れてあげると一気にリアルになるかなと思います。でこういう感じで墨が入りましたら、ペトロールを含ませた綿棒で余分な部分を拭き取っていきます。ペトロールは下地を犯しにくいので、弱い溶剤だと考えてこういった墨入れとかに使うととても重宝します。墨入れとかはエアブラシ作業とかと違ってやり直しが何回もできますので、仮に納得いかなかったらもう一回やり直そうぐらいな軽い気持ちで始めても全然いいかなと思います。最後に仕上げとしまして、こちらのパステルを使ってパンタ周りの汚しを行っていきます。実物の写真とか見てると結構黒目の汚れが目立ちますので、今回は黒のパステルを使っていきます。まあ、こういったカッターとかでこそぎ落とすような感じで粉状にしていきます。まあ、茶こしとか使っても全然それはいいかなと思います。これから屋根にパステルを乗せていきます。私はいつもこちらのタミヤのウェザリングマスターという商品に付属していたこう短い筆を使ってます。でこっちにスポンジがついてて、で反対側に毛先がついてるんですけど、これ結構短い筆なんで、こう小回りが効いてですね、やりやすいんですよね。なのですごく愛用してます。一通り黒が入れ終わりました。でこの後私はグレーを少しだけ塗って、全体の塗料との調和というか、屋根上の塗装との調和を図るようにしています。ちょっと濃くつきすぎちゃったなって部分に少しだけこうグレーをまぶして、明るいところに灰色を入れてあげるというか、日が当たっているところにこう日が照り返している感じというか、影ばっかりだと変化がないので、輪郭を際立てるためにこのグレーを少しだけ塗ってあげます。できたー、できましたよ。いやいいね、汚れが入ると一気に実写感が出ますね。かっこいいなー。いやいいね、この先頭部の薄茶色の汚れがたまんないですね。いかにも地鉄の現役時代っていう感じで、お気に入りの一台になりました。で連結機カバーも作ってよかったですね。うん、ただプラ板をこう削って貼り付けて塗装しただけなんですけど、これも地鉄っぽさの演出につながっているのかなと思います。2両連結させてみました。どうでしょうか。結構ね、あの連結間隔も短くて TN カプラーにするの結構大変だったんですけど、やってよかったなと思います。で実物はですね、こちらの後ろの方にクハ170系という電車をつないで3両編成で運転されることが多かったみたいです。ですんで、おそらくここに汚れが溜まりやすいのかなと個人的に予想しております。試しにレイアウトに乗っけてみましたけれども、いやーいいね、すごくしっくりくるなというか、ちゃんと線路にもウェザリングが効いてますんで、そこにウェザリングが効いた車両が乗っかると本当にもうマッチしますよね。昨日5時間弱にわたるバラストを巻くライブ配信というのを行いましたけれども、その影響でこのようにかなり散らかった状況でですね、試運転ができません。ですのでレイアウトにちょっと置いて撮影して今回は終わりとさせていただきます。すいません。というわけで今回は鉄道コレクションの富山市鉄1万20系を加工してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まだこちらのジャンパ線のパーツですとかホースも付けておりませんので、この辺のディテールアップは時間ができたら随時やっていこうかなと考えております。ウェザリングっていうとなんか難しそうだなってイメージを持たれる方が多いと思うんですけれども、今回の動画見ていただいて、例えばパステルだったり、あとは墨入れっていうのは本当にちょっとした工具があればすぐできますので、皆さんもぜひそういった加工を試していただいて、自分だけのオリジナルの1台というのを作っていってみてはいかがでしょうか。今後もオリジナリティにこだわって動画を作っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。すくまでした。失礼いたします。